茨城县知事大井川和彦与长阳银行行长秋野哲也等人为为期三天的茨城大商谈会茨城 Miss Taiwan in Taipei 揭开序幕。有十字大县美名的茨城县，依山傍海，物产丰饶，农业生产总额是日本第三高，其中包括哈密瓜、地瓜等十三项农产品生产总额更是全日本第一。はい、ということで、食にお酒に旅行にさまざまな関心を今台湾の方が茨城に対して抱き始めていただいているんじゃないかなというふうに思っております。昨年茨城県産品の台湾への輸出が11年ぶりに解禁となりました。私どもは台湾の皆様に茨城のおいしい自慢の食材をいち早くお届けしたいと思い、今回このような商談会の準備を進めてまいりました。茨城県は日本を代表する食の体験でございます。また素晴らしい観光スポットにも数多くございまして、今回はその中でも食と観光に携わるえりすぐりの事業者の皆様がこの会場に来ております。きっと台湾の皆様にご満足いただけるものと思います。这次参展的40家厂商涵盖米酒、面食、海鲜等各种商品，让台湾业者可以试吃试喝，直接体验，希望将茨城引以为傲的美食推荐给台湾的民众。茨城県の食材で言いますと、さつまいもですとか、お米、あとは卵等々ですね、非常に有名なもの、あるいは日本の国内で言いますと全国的に生産量の1位、2位、3位というものがたくさんございますので、そういったものをこれからも台湾の皆様に知っていただけるような、今回のその商談会であったりとか、見本市のようなものを茨城県と一緒にですね、開催をさせていただきたいなと、また逆に台湾の皆様をお招きして、日本国内で商談会ですとか、見本市、あるいは観光ツアーみたいなものを企画していけたらなというふうに考えております。茨城大商谈会招商活动2月6号到8号在松烟3号仓库登场，欢迎对日本食材有兴趣的业者或民众把握难得机会，掌握茨城新食商机。记者林习惠台北报道。